皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんはこのような経験はありませんか？かなり集中して頑張れていたのに突然意欲を失ってしまう。頭がぼーっとしてまとまった思考ができなくなる。頑張れる時にはかなり頑張れるのに、その後に必ずと言っていいほど意欲を失うタイミングが訪れる。もしそのような体験があり、なんとか改善をしたいと思われているのでしたら、今日の動画のテーマでもあるノルアドレナリンとの上手な付き合い方ができるようになると状況は改善されます。それでは早速いきましょう。神経伝達物質のノルアドレナリンとは、ノルアドレナリンとは神経伝達物質の一つであり、その役割を端的に説明するならば、それは闘争化という危機的な状況を切り抜けるために、人間に爆発的な集中力をもたらすためにあります。ノルアドレナリンが分泌されると心拍数や筋肉の素早さが上がり、そして脳内はクリアになり、情報処理能力が格段にアップします。私たちの日常生活の中でノルアドレナリンが分泌されるタイミングとしては、恐怖や不安、プレッシャーといったストレスにさらされた時が挙げられます。例えば締め切りに間に合わせるために大忙しで仕事をする時、嫌だけれども仕方なく頑張って取り組んでいる時、怒鳴られるなどによって場の雰囲気が張り詰めている時などです。このような時、脳内はストレスにさらされており、そうした不快なことから自分自身を守るためにノルアドレナリンが分泌され、身体能力や脳機能を著しく向上させ、その状況を素早く切り抜けられるようにしてくれているのです。このように聞くと、ノルアドレナリンは現代社会を生き抜く上で最高のパートナーになりそうに思えますが、この動画のタイトルにもある通り、ノルアドレナリンを分泌させ頑張り続けることは非常に危険なのです。ノルアドレナリンは諸刃の剣。すでに解説した通り、ノルアドレナリンは人間の身体、脳機能を著しく向上させてくれるため、集中力は高まり、仕事や勉強の効率ははかどります。しかし、本質的にはノルアドレナリンは短期集中型のホルモンであり、長期的に分泌され続けることはそもそも念頭に置かれていません。そのため、ノルアドレナリンが分泌され続けてしまうような環境下に長期間いると、ノルアドレナリンが出っ放しの状態になってしまい、それがいつまでも続くと枯渇してしまうのです。ノルアドレナリンの分泌が枯渇してしまうと、今度は逆に燃え尽き、意欲は全く出ず、気分は落ち込み、鬱になってしまいます。また、そうした最悪の状況に至る一歩手前の状態として、注意力と集中力の著しい低下という状態にもなってしまいます。現代社会は一億総ストレス社会と言っても過言ではなく、意識するしないにかかわらず、ノルアドレナリンを分泌させながら、みんながみんな自分に鞭を打ちながら頑張っている状況です。そのため、ノルアドレナリンとの付き合い方をわきまえていないと、まだまだ頑張れそうだという盲目的な気合の一言でノルアドレナリンを分泌させ続け、最終的には燃え尽きてしまうことにもなりかねません。ノルアドレナリンとの上手な付き合い方。それでは次に、ここまで解説してきたようなノルアドレナリンの過剰分泌と枯渇を避けるために、日頃からどのようなことを心がけると良いのかということについて解説をしていきます。1. 楽しければ忙しくても大丈夫は幻想。まず一つ目に、ノルアドレナリンの分泌をストップさせる時間を確保する必要があります。仮にどんなに楽しい仕事をしていたとしても、そこに締め切りや約束、仕事の質の管理など多少なりとも脳や肉体に負担をかけるような要素がある以上、必ずノルアドレナリンは分泌されています。つまり、自分で仕事と定義していることに取り組んでいる限り、
少なくともノルアドレナリンのパワーに頼っている部分があると思った方が良いでしょう。そうしたストレス環境下から完全に解放される時間を確保しない限り、ノルアドレナリンは分泌され続け、枯渇への道を一直線にたどっていってしまいます。そしてそうならないためにも、しっかりと休むという一見当たり前のことが非常に大切です。仕事関連のスマホの電源は切り、仕事も時間外や休日には持ち越さず、また勉強についてもダラダラとずっとし続けるのはよくありません。メリハリを持って完全に休憩する時間を確保し、ノルアドレナリンの分泌が回復する時間を持つことが大切なのです。ドーパミン型モチベーションとノルアドレナリン型モチベーションとを組み合わせる。ドーパミンの分泌をうまく活用したモチベーション術については別の動画で解説していますが、簡単に説明をすると、ドーパミン型のモチベーションは楽しさ、ご褒美、褒められるといった下位の刺激を求めて行動するという性質があり、より長期的にモチベーション効果が持続します。一方でノルアドレナリン型のモチベーションは恐怖や不安、叱られるといった不快な刺激を避けるために行動するという性質があり、モチベーション効果は強烈ですが、短期的にしか続きません。そのためノルアドレナリン型の短期的なモチベーション効果に頼っていては、やる気を失う時が来るのは時間の問題となってしまいます。そうした事態を避けるためにも、仕事や勉強の際にはドーパミン分泌によるモチベーションアップ効果とノルアドレナリン分泌によるモチベーションアップ効果とをうまく組み合わせていくと良いでしょう。3、食生活に気をつける。ノルアドレナリンの生成には必須アミノ酸の一種であるフェニルアラニンが不可欠です。必須アミノ酸とは他のアミノ酸からは整合性できないアミノ酸であり、直接取り入れる必要があります。フェニルアラニンは肉類、魚介類、大豆製品、かぼちゃ、卵、乳製品、チーズ、ナッツ類、アーモンドや落花生に多く含まれています。つまり普通の食事をしていれば足りなくなるということはありませんが、あくまでも普通の食事をしていればの話で、偏食であったり極端なダイエットをしている場合などには不足する可能性があります。そのため上記のようなタンパク源やナッツ類の摂取をしっかりと行うことを心がけましょう。以上、いかがでしたか？この動画では神経伝達物質の一つでもあるノルアドレナリンについて、その主な役割について解説をしてきました。そしていかにノルアドレナリンが諸刃の剣としての側面を持っており、ノルアドレナリンの爆発的な覚醒効果に頼って自分に鞭を打ち続けていると、早かれ遅かれ燃え尽き、意欲は全く出ず、気分は落ち込み鬱になってしまうという危険性についても触れてきました。そうならないためにも、 1.100% 心の底から休める時間を確保する。 2. ドーパミンが分泌するような長期的なモチベーションも味方につける。3. 食生活に気をつけるという3点を意識的に生活の中に取り入れていくようにしましょう。何か一つでもご参考になる点がございましたら幸いです。このチャンネルではストレスから解放されて健康的でやる気に満ちた毎日を送れるようになる知識を、月曜日と金曜日以外の毎日18時に投稿しています。ご参考になりましたらぜひ高評価を、またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。コメントも大歓迎ですので、どしどしと書き込んでいってくださいね。過去に公開した動画も再生リストにしてまとめておりますので、ぜひご覧していってください。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。